むつみくん、おはよう。どうしたの？不思議そうな顔してさ。え？そう？そんなことないんだけどな。あ？まったく、朝っぱらから。何？どうしたの？ぼーん、むつみ殿は冷たいであります。
そうよ。でも半分は久遠寺さんのものだから。男の子でしょ？このくらい食べなきゃ。一緒に食べるって約束してた子に振られちゃいまして、一人で食べるのも寂しいので、よろしかったらご一緒にどうかしら。でも、それも計算のうちですから。いえ、何でもありません。こちらのことなので、久遠寺さんは気になさらないでください。はい、そしてこれが本日のデザートです。そうね。ここのミルフィーユって絶品なのよ。あら、阿武駅前に直営店があるわよ。おいしいものはみんなで分かち合わないとね。ほら、照れちゃダメよ。あーん。あら？久遠寺さんは私に恥をかかせる気なのかしら？
久遠寺さん。あーん。あ、いえ、なんでもないの。取ってくれない？あ、足元にいるやつ。こんな展開、予想外でした。まさか、猫。え？あ、はい。もちろん私は大丈夫です。すべて計算…
猫はダメなんです。アレルギー体質っていうのか、ほら鳥肌が立ってるでしょ。
ちょっと、むつみくん、早く答えを教えなさいよ。先生みたいなこと言ってるのよ。ほら、早くしないと次に当たっちゃうじゃないの。あんた、何寝ぼけたこと言ってんの？答え一つでそんなにゲットしようなんて理不尽すぎるわよ。せめて焼きそばパンとカレーパンだけにしてください。それじゃ答え、やっぱり正義は勝つのだ。えっへん、私はもう自由の身なのよ。誰があんたなんかに怒りますか。ふざけるなって言ったんだよ。なんで俺がお前と一緒に帰らなくちゃならないんだ。はん、大方待ち伏せしてたんだろうが、気持ち悪くて仕方がねえよ。
人の名前を馴れ馴れしく呼ぶんじゃねえよ。ついてきたらただじゃおかねえからな、クソが。